新ドイツ霊は1991年に制作されたジャン・リュック・ゴダール監督のフランス映画である。日本でのビデオ放題はゴダールの新ドイツ霊、レミー・コーション最後の冒険であった。1990年10月3日、ドイツ連邦共和国にドイツ民主共和国が加入する形でドイツ再統一がなされ、それを機にアンテーヌ2のドキュメンタリー番組、孤独。 ある状態と、その変容の一編として企画された作品である。本作のタイトルは、ロベルト・ロッセリーニの、ドイツ・レイが下敷きにあり、1990年の、99という意味と、新しいという意味を持つ、ヌーフを付け加えたものである。アレクサンドル・ネフスキー・ロッセリーニのイタリア映画、ドイツ・レイや、ドイツの映画監督、F.W. ムルナウの、最後の日と、ロシアの映画監督、 ボリス・バルネットの青い青い海、ロシアの映画監督、セルゲー・ゼンシュテインのアレクサンドル・ネフスキー等が直接引用され、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル、ライナー・マリア・リルケ、ヨハン・ボルフ・ガング・フォン・ゲーテといったドイツの哲学者、詩人、作家の言葉が引用され、フランツ・カフカのようなプラハのドイツ語作家のテクストも引用されている。1950年代の映画シリーズで、 レミー・コーションを演じて人気を得たエディ・コンスタンティーヌは1965年にゴダールが監督したアルファビルでもレミーとして登場し同作からちょうど25年の年月を経て再びレミーを演じているドン・キホーテとサンチョ・パンサがミゲル・デ・セルバンテスの小説そのままの姿で登場する同年11月のためのテレビ放映版に4分加え ベネツィア国際映画祭の長編基準に合わせた上で映画として完成させた。同年9月、ベネツィア国際映画祭で禁止首相にノミネートされ、コダールがイタリア上院議長賞金メダル、音響部門に金のオゼラ賞を受賞した。日本での劇場公開が世界初公開である。ベルリンの壁崩壊の翌年1990年、陸軍情報部出身で今は、 ヘーゲルの哲学思考技をラジオ局で翻訳している。ゼルテン伯爵が当時まだ東ドイツであったとある町に陰遁していたレミーコーションを訪ねて現れる。レミーは第二次世界大戦中ナチスドイツで諜報活動をしていたが戦後は行方不明となっていた。ゼルテン伯爵は西ドイツに帰るように進める。レミーはバイマルを歩き回る。 巨大な工事用機械が動いているのを眺めていると、ドンキホーテとサンチョパンサが現れ、工事用機械に突進していく。やがて、レミーは、西ベルリンに到着する。ありがとうございます。